なんであそこでくしゃみとかしちゃうわけ？くしゃみしたくなったんだから仕方ないだろ。レイムの止め方も無理やりだった。でもま、冒険にはスリルがつきものだぜ。どうせなら楽な冒険がいいわ。見て、後ろにおっかない顔した吸血鬼。待ちなさいってば。ちょっとお嬢様、お待ちください。闇雲に追いかけるだけでは無駄に消耗するのみです。ん？何かいい案があるわけ？昨夜。ええ、地の利に詳しい者がこちらにいるわけですから。そうですよね。なんと言っても我が家だもの。当然よ。はい、お望みとあらばご案内いたします。レミリアのやつ追ってこなくなったな。そう簡単に諦めるわけないわよね。突然飛び出して逃げるだなんて、一言くらい挨拶があってもいいじゃない。何も取って食ったりはしないわよ。悔いはせずとも血は吸ったりして。一人で先回りしてくるなんて、昨夜を置いてきてよかったの？私だけで十分よ。むしろ他に分け与えるのがもったいない。そう、この戦い誰にも譲ることはできないわ。おお、やる気全開って感じだな。なんだかビリビリくるぜ。この異質な容器、どうやら他の奴らとも同じみたいね。あら、この高ぶりがわかるの？あなたたちも同じ気分を味わえるようにしてあげてもいいわよ。悪いが血を吸われるのも、その容器を宿した仲間になるのもお断りだな。遠慮することはないわ。さあ、今宵の決闘は。はあ、何にせよ楽しい夜になりそうね。容赦しないぜ。レミリアってばやる気満々ね。負けるわけにはいかないな。先手必勝、サクッと攻めに行くか。まずは移動してレミリアから離れようぜ。行くわ。安全な距離から弾幕攻撃だ。行くわよ。Thank you.
このまま攻める。げ、増えやがった。食らいなさい。うお、増援だ。だったら一気に蹴散らすまでよ。ボムで弾幕を打ち消して全体攻撃だぜ。無駄無駄。やってみるか。さすがね。私もやられっぱなしじゃないわよ。圧倒してあげるわ。ボムもないし、かわすしかないわね。ギリギリで避けてグレイズできれば大技につなげられるぜ。任せな。行動あるの。これはどうかしら。ちょ、行くわよ。やってみるか。行動あるのみね。真っ赤な雨を降らせるわよ。任せな。そんな小手調べにこれ。あいよあいよ、任せな。やってみるか。あいよ、真っ赤な羽根食らいなさい。そんな。誰から倒されたいの。世話が焼けるわね。誰から倒されたいの。しのいだつもり。まだまだこれからよ。ほらほら、抗ってみなさいよ。そんな。真っ赤な羽を振らせるわよ。なんの、やばなんの、なんの。行動あるのみね。やってくれるわね。こっちも全力でいくわよ。レフ無双封印。無駄よ。負けられないのよ。やったか。こしゃくな。容器が晴れてる。なんとかなったみたいね。なんだか貧血っぽい気分。血を吸わせてくれない。いやよ、
私が貧血になるでしょ。目の前で弱々しく泣いてる吸血鬼を見捨てるだなんて、残酷巫女、悪魔、魔法扱い。いやいや泣いてないだろう。まあ、あの容器が完全に晴れたのならよかったな。ええ、偶然とはいえあの状態になったやつを解放できたのは幸いね。でもまあ、変に頭にもやがかかったような、そんな感覚がすっかり晴れた気がする。うわ、あれは柱が崩れた。もう残された時間はなさそうね。舞踏祭もそろそろ大きく動き出すわね。さて、期待通りに働いてくれるかしらね。また一本崩れたか。ゆかりの思惑は果たして。イノ、考えても致し方ない。どうやら暴漢もここまでのようだ。私も動いてやるとしようか。